大阪府立茨木西高等学校は、大阪府茨木市紫明園にある公立の高等学校。高校生急増期の昭和後期1976年に誘致運動を受け、府立99番目に新設された。生徒の約9割が自転車通学で、事実上の地元集中校となっている。略称は、茨西。1971年誕生の黒田革新府政が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に府立高校を新設。1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、99番目の府立高校として1976年に開校した。全日制家庭普通科を設置している。国際理解教育に力を入れている。また、人権と進路を2本柱にした総合学習を実施している。総合学習は大阪府下の他の公立高校に先駆けて学習指導要領で必修となる前の2000年から導入した。また、最寄り駅が遠く不便なこともあり、ほとんどの生徒が自転車に乗り通学。2009年度の場合、生徒841名のうち700名が自転車通学だった。このため学校は長年遅刻件数の減少と自転車マナー指導に注力しており、2018年に安全功労者内閣総理大臣表彰を受賞。7月6日、首相官邸で首相の安倍晋三から表彰状と盾を授与された。受賞は全国の高校で、茨木西高校と北海道根室高等学校のみ、茨西プライドを合言葉として、生徒を自ら気づく人に育むとしている。また、教職員はじめ関係者が、チーム茨西の立場で、生徒の志を形にするための様々な教育活動を準備しているという。校舎は、開校の翌1977年2月28日に、第2期工事が竣工。6月15日にプールが、8月15日に体育館も竣工し、1978年に第3期工事が竣工した。いずれも1970年代の建設、旧耐震基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2013年度から改修を行った。なお、通学路に面し高さ3メートル超のブロック塀が、あったが、2018年6月に学校近くで発生した大阪北部地震を受け、危険性が高いため撤去された。ありがとうございます。